はじめに10月おすすめのイベント情報です。射水市子育て支援センターでは11日水曜日にプレベビマを実施します。ベビーマッサージの先生と一緒に楽しいベビーマッサージを体験しましょう。また12日木曜日に絵本の読み聞かせを実施します。絵本講師が楽しい絵本を読み上げるほか、読み聞かせをする時のワンポイントアドバイスも教えてくださいます。さらにご覧の日程で作って遊ぼうを実施します。今回は風船で可愛いお化けを作ります。自分だけの作品を作ってみましょう。こちらの行事は予約が必要です。詳しくは射水市子育て支援センターにお問い合わせいただくか、ホームページをご確認ください。続いて検診のお知らせです。10月の 3、4ヶ月次検診は令和5年6月1日から6月30日生まれのお子さんです。検診の開催日時はご覧の通りです。1歳6ヶ月次検診は令和4年2月25日から3月26日生まれのお子さんです。検診の開催日時はご覧の通りです。3歳6ヶ月次検診は令和2年4月9日から4月30日生まれのお子さんです。検診の開催日時はご覧の通りです。詳しくは射水市保健センターにお問い合わせいただくか、ホームページをご確認ください。続いて射水市からのお知らせです。今月は子ども真ん中応援サポーター宣言の取り組みについてお知らせします。射水市では子どもにもっと優しい街を実現するため、射水市子ども真ん中応援サポーター宣言を行いました。今回はその取り組み内容を紹介します。小杉地区センターではお子さん連れの方でも安心して手続きができるようにたくさんの取り組みを行っています。絵本コーナーには毎月絵本館から絵本が届き、お子さんが楽しめる本がたくさんありました。壁にはその月を象徴する時節作品が展示されていて、季節を感じることができます。10月はハロウィンの飾り付けを予定しています。またムズムズくんの可愛い絵やベビーベッドの設置など、お子さんが安心して楽しめる環境がたくさんありました。まさに子ども真ん中な取り組みですね。この取り組み内容は SNS でも発信しています。詳しくは射水市子育て支援課までお問い合わせください。